せっかく干した布団が潰れちゃうだろう。ここ、とても気持ちいいんだよ。あったかくていい匂いで。そりゃそうするために干したんだが、うわっ！ね、シロも一緒に寝よう。だから潰れるって。イリア、シロはいい子だね。確かに気持ちいい。最近疲れ気味のせいか、まぶたが重く。これは起こした方がいいのだろうか。しかし邪魔はするべきではない気も。そっと。何をしているのかしら。はい、静かに。まったく、三人ともよく眠っているものね。確かに干したての布団ってのは気持ちいいものだけど。そりゃ起きないわよ。起きないようにしたんだもの。なんとシロにあんじかけたわ。シロとお昼寝したかったのは。とにかく早く時に分かったわよ。もうでも本当に解いちゃってもいいの。どういう意味さ。まあいいか、みんな溶けていたんだし。ほら、逆でしょ、逆！